空席高校一年生の時に電車でヤバそうなものに出くわした話当時ピカピカの新高校生だった俺はやたら遠距離通学をしていて2時間ある通学時間のうちほとんどは電車に乗って過ごしていた もちろん二時間立ちっぱなしというのは、高校生といえどなかなかきつい話で、おまけに朝だから電車も混む。つまり、必死こいて空いてる席を探したり、すぐ降りそうな奴の前に陣取って、相手が降りるのを祈ったり、願ったり、とにかく席に座ることを考えていた。 今思い返せばなかなかアホらしいことではあるんだが当時の俺には席に座れるかどうかはなかなかの死活問題だったんだ本も読めるし携帯もいじりやすい家から持ち出せばゲームだってできるテスト当日まで勉強をしていなくても朝の2時間で どうにかなることも多かった。だから俺は、それはもう本気になって、席に座ろうとしていた。しかし俺は、入学してから少し経って、満員電車の中で、なぜか、いつも空いている席があることに気がついていた。詳しく話すと、 特定されそうだからやめておくが、だいたい朝6時半の電車で神奈川の私鉄。朝は通勤通学用にロングシートの3ドアしか走っていないけど、車両の一番前と一番後ろにはボックスシートがあるやつ。もちろん同じ路線でも走っている電車には、 色々いろいろと種類があるからボックスシートがないやつもあった。だけど、俺がいつもその空いてる席を見かけるのは3号車の前にあるボックスシートだけだった。平日6時半にその電車に乗って3号車に行くと、そのシートの右下にある席だけ、なぜか、 誰も、いつも座っていない。閉めたもんだ、と思いながら、気づいた後の俺はいつもその席を使っていた。もう特等席の気分だ。他のおじさんとか、汗臭そうな運動部らしい連中の人たちが、 ひしこいて席に座ろうとしてる最中、俺だけ悠々と着席をするわけ。で、ちょっと気取って、羊たちの沈黙とか読んじゃうわけ。気分がいいったらありゃしない。そんな感じで半年が経って、7月の15日くらいになった。 いつも通り俺は特等席に座って、期末テストも終わったし、今日は漫画でも読むか、と当時ハマっていた剥がれんの単行本を取り出した。もしかしたらそれがいけなかったのかもしれない。席に座ってからほどなくして、後ろから何かボソボソした音が聞こえてきた。 最初は聞き間違いか、隣の車両に頭が変な人がいるのかと思っていたが、どうやらそうじゃない。首の後ろあたりから何やら生暖かい空気と一緒に、そのボソボソした音が響いてくるんだ。エアコンがついている夏場の電車に乗ったことがあるなら、 わかると思うが、まず通勤電車だろうが、クーラーってガンガンかかっていて、そんな生暖かい風なんて送られるはずがない。それでも俺は、まだ空調か、配管みたいなものの不良か何かと思っていた。そしたら、首の後ろが、 突然痛くなった。爪で引っかかれたみたいな感じ。それと同時に、後ろから聞こえるボソボソした音が、急に大きくなった。というより、音じゃなかった。あれは、ボソボソした声だった。 間違いなく誰かが、と呟いているんだ。何を言ってるのかわからないんだけど、俺のシートの背もたれで誰もいないはずなのに。それで振り向いたら、九段の やばそうなものを見てしまった。もしかしたら、そいつは、睨んでいたのかもしれない。とにかくそいつは、俺のことを見つめていた。見つめていたって書いても、やっぱり変かもしれない。俺にはそうとしか思えなかったけど、 そいつは人の形をしていたけれど目がなかった。口もなかった。頭は卵みたいに髪の毛も何もなくて真っ白で割れ物みたいなつるつるの肌をしていた。服屋のマネキンみたいな感じ。 でも、マネキンよりずっと怖かった。だって、鼻すらなかったから。真っ白でツルツルの人のような何かが、俺と背もたれの間から浮き上がっていた。それで、うーん。と、言ってくるんだ。 口もないのに。何を言ってるのかわかんないけど、とにかく俺に話しかけてきて、しかも俺の肩に手を乗せようとしていた。顔と同じツルツルの白い指先は、その人差し指だけが赤かった。それでガテンが言った。 正直、ものすごくビビった。漏らしそうだった。全身汗でぐっしょり濡れていたし、もしかしたら、ションベんもちびっていたかもしれない。叫びながら席から飛び上がって、膝の上にあるリュックサックもわしづかみにして、一目散に他の車両へと逃げた。 立っているおっさんとかみんな突き飛ばしていた。七号車か八号車あたりまで逃げたところでちょうど次の駅に着いたらしくて俺はすがるような思いでドアから飛び出した。振り向くとか無理だった。そいつが追いかけてきているとしか思えなかった。 遅刻は確定だったけれど、あんなのと同じ電車に乗るのはもうごめんだった。結局その日は親に頭が痛くなったって電話をして早退した。別にその後何があったというわけでもなく、次の日は普通に学校へと行った。 一応家に帰るときは怪しむ親に頼んで背中に塩を投げてもらったけど。けどその日に着ていた制服はしばらく使えなかった。席に接していた部分が全部俺のものじゃないドス黒い地で汚れきっていたから。 以来俺は朝六時半に出るその電車には乗っていない。満員電車の中で空いてる席を見ても座れなくなった。あれは一体何だったんだろうと今でも思う。親に話しても信じてくれないし、むしろ俺がやばいことをしたんじゃないかって疑ってきたりもした。 当時の友達に話しても茶化されるだけだった。ただ大人になってからそれなりに見える人みたいな知り合いができた。そいつに話してみると、いわくやばいもののたまりやすい場所というのは本当にどこにでもあるらしいんだと。で俺は 霊感が薄いタイプの部類だから、そういうところに近づいても何も感じない。けれど、普通くらいの霊感があると、そういうところではなんとなく嫌な気配っていうのを覚えるらしい。だから、普通の人はそういう席を避けて座らないのだそうだ。 ヤバやばい奴と出くわしたくないって、なんとなく思うから。だけど、俺みたいな霊感の薄いやつには、そういうことがわからない。そして時々、そういうところには、本当にヤバやばい奴が、ふらりと立ち寄ったりもするらしい、とのこと。 この話は以上だが、まあ何が言いたいかっていうと、あなたたちも満員電車の空席には気をつけた方がいいよっていう話でした。 俺が大学生の時の話。連れが免許を取ったので、心霊スポットに遊びに行った。そこは、廃神社みたいなところで、うひえ、気持ち悪いなあここは。とか言って、何も起こらずに帰ったんだけどさ。家に送ってもらって、じゃなあ、って、 車を見送ったら、車の後ろにカツラがついていたんだ。なんじゃありゃって見てる間に、角を曲がってしまって見えなくなった。ちょっと怖くなって、家に入って寝ようと自分の部屋に行ったらさ、なんか雰囲気がおかしくて、 怖いとか思ってるからだなって納得をさせながら布団に潜り込んだんだしばらくしてはぁ、あ、耳って時に体がピクッとなって目が覚めてしまった寝返りを打ちながらなんとなく目を開けたら 天井に目だけが浮いていたんだ。それが俺のことをじーっと見ていて、俺もビビって固まっていたら、ふっと消えた。心臓はバクバクしていたけど、寝ぼけてたんだと思い込んで、布団を頭からかぶって、その日は寝た。 その日以来、ちょくちょく目だけを見るようになって、これって取り付かれてるって思ったんだけど、実害がないから放っておいたんだ。ある日、また目だけが見えたんだけど、その時に、あれって思って、この目ってこんなに茶色かったかな 黒目のところが茶色っぽくなっていた。外国人の人の目かなとか、そんなことを考えているうちに、また、ふっと消えた。その目は現れるたびに、瞳の色が茶色になってきていたんだ。 と思っていたんだけど本当は違っていた茶色じゃなくて一月後には赤くなっていた真っ赤な目この目の人は怒ってるんだでわかって心の中で謝った ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。って。そしたら、また白い目に戻って、ふっと消えた。それ以来その目を見ることはなくなって、俺も心霊スポットに行くことはなくなった。 一緒に行った連れにはまた別の何かがついていたのかな。普通カツラを車にはつけないよな。心霊写真。 私の母は霊感が強く、私もその影響か、よく二人で不思議な体験をします。二ヶ月くらい前の話ですが、弟の友達が心霊写真を撮ったと言って、弟が母と私に見せてきました。その写真は、 友達の家で撮ったもので、写真に写った鏡に、うっすらと女の人の顔が写っていました。写真を見て母は、これは結構最近の人だと思うなぁ、と言っていましたが、私はただよく見れば女の人がいるなぁ、程度にしか。 思いませんでした。写真を見た二日後くらいの夜、私は夢を見ました。夢で私は車を運転していて、助手席に母、後部座席の右側に弟を乗せていました。しばらく、 普通の道を運転していて、途中で川にかかる橋に通りかかりました。橋といっても、車が川の上を通れるように整備された、何の変哲もないものです。その橋を車で渡っていると、右側の橋のすぐ外に、びしょ濡れで、 髪が長くて顔が見えない白いワンピースを着たいかにも幽霊といった感じの女の人が浮いていました。私が運転しながらちらちらとその女の人を見ていると母が見るな同情しちゃダメと叫びました。 あまりにも必死だったので、私はすぐに見るのをやめました。ただ、後部座席の弟はじーっとその女の人を目で追っていました。そこから先の夢もあった気がするんですが、よく覚えていません。 私はよく変な夢を見るので、よく母に夢のことについてを話します。いつも通り私は母にあの夢についてを話しました。女の人が出てくる夢を見た。なんか私が車運転してるんだけど、その途中の橋の外に女の人が浮いているんだ。 と、そこから詳しく話そうとしていたら、母が。うーん、この前、ああいう写真見たからかな。この人、どこの人なんだろう。なんか、びしょ濡れなんだよね。それに結構今時な感じなんだけど、髪長くて顔が見えないから、いかにも幽霊なんだよね。と、言いました。 私はまだ女の人がびしょ濡れで髪が長かったなんて言っていません。幽霊ってだいたい白い服を着て髪長くて顔が見えないというようなイメージなので考えすぎたかもしれませんが私は鳥肌が立ちました。 それだけではなく、母は、〇〇くんの家の近くに橋あるしな、そこの人が〇〇くんについてるのかもしれないね、と言いました。私は、そこに行ってみたい、と言いましたが、母に、絶対に行っちゃダメ、と拒否されました。 私は無性に気になって、こっそりと弟に場所を聞いて、Google マップで開いてみると、そこは夢に出てきたあの橋と全く同じ場所でした。あの写真を撮ってから1ヶ月後くらいに、弟の友達の〇〇くんの両親が離婚をし、 あの橋の近くの家から引っ越したそうです。しかし、引っ越した先で撮った写真にも、鏡の中に女の人が映っていたそうです。母曰く、この女の人は、とても執着心が強いそうなので、弟の友達の〇〇くんを気に入って、女の人は、 ついていってしまったのかもしれません。最近その弟の友達は足を怪我して入院したそうです。夢の中で女の人をじーっと見ていた弟にも何か悪いことが起こってしまわないか少し心配です。 はい、どうも皆さん、こんばんは、ごま団子です、えー。今日は怪談話を読ませていただきました。はい。いやー、最初のお話、怖かったですね。うん。電車の満員電車で空席があって、そこに座ったら、えー、怖いことが起きたというお話でしたけどもね。あなんか、過去にこのお話と似たような話をね、 一度読ませていただいたことがあったと思うんですけどもね、えー、その時のお話も、まあ、非常に似たケースでしたねひょっとしたら今回のこのお話と、えー、そして前回読ませていただいたお話、えー、同じ座席なのかもしれませんよね、えー、まあこういうことってあるんですねまああのー 人がたくさん集まっている場所に幽霊も寄ってくるっていうのを聞いたことがありますので、えー、まあひょっとしたら今回のような電車の中とか街中とかね、えー、まあ人が多くいる場所に幽霊もたくさんいるのかもしれませんよね。そう考えるとちょっと怖いですけどもね。うん、まあ悪い幽霊ばかりではないと思いますので、まあ、そんな怖がんなくてもいいのかもしれませんがね、今回のケースは。 稀なのかもしれませんが。ね。実害を与えてくるっていうのは相当なケースですよね。ということで、本日のどのお話も本当に興味深く読ませていただきました。読ませていただき、ありがとうございました。 はい。ということで、えー、本日もここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました、えー。よかったらチャンネル登録、そしてコメント、そして評価の方、ぜひぜひよろしくお願いいたします。いつも本当にありがとうございます。えー、そしてこの動画の概要欄の方に、えー、僕の Twitter の URL とかあ、あとはですね、えーまあ、兄弟でやってるゴマブルスというチャンネルの URL とか、 あとはお話を投稿する際のですね、フォームの URL とかが貼ってありますので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい。ということで、えー、じゃあまた次の動画、もしくは生配信でお会いいたしましょう。まだんごま団子でした。おやすみなさい。